どうも、田澤です。どうも、あたです。なんか最近あれですね、政治の話題少なくなってきましたね。確かにね、時事砲弾でちょっとするぐらいな感じですね、今ね。うん。今回は、お笑いのね、話をしようかなと思ってたんですけど。いいですね。はい、うん。でも、一個前のエピソードで、わたさんと話被っちゃうかなと思ってたんですけど、意外と被んなかったんで。意外と、なんか、事前準備の資料には、こう割とサブカル的な話が多くなるのかなと思ったんですけど、はい、エンタメチックなね、思った以上に、ただヤンキーの話に、うん。そうですね。割と、はい。お互いのバックグラウンドの話とか、はい。はい。ちょっと被らなかったよかったんですけど。まあ、お笑い。お笑い。あ、なんか、うん、あのね、まあ最近ちょっと読んだ本が、大倉さんって知ってます？放送作家の。名前だけ聞いたことあるね。うん。東京ゼロさんとかと一緒にやってる大倉さんってね、うんうん、放送作家の方がいるんですけど、その方がね、最近本出したんですよ。うんうん、で、そのね、本がめちゃくちゃ高評価ですよね。アマゾンのリンクちょっと見てください。なかなかなくないですか、この星の埋まり方。ああ、確かに。へえ、うん。え、これは何の本なの？エッセイ？この大倉さんって方、もともと本人もね、お笑いやってて、でも途中からこう、いろんな、バナナマンとかね、オリアハリーとか、うん、東京ゼロさんとかね。はいはいはい。そういう人たちと一緒にコントを作るっていう、そのまあ、裏方とかのね、そういうコントを書くっていう仕事として、うんうん、芸人さんたちと関わってきた人なんですよね。だから本当にいろんな人の、はいはいはい、いろんな芸人さんのこう裏を知ってる、魅力を知ってるって人なんですよ。うんうんうん、でそんな大倉さんがかれこれね、ずっと彼らと一緒にやってきた日々を書いた方って感じで、うんうんうん、特に東京のコントが好きな人は、うんうん、たまらなく楽しめると思いますね。いや、これでも今そのね、こう ラインナップというか、どんな芸人さんの話があるかっていうところを見てるんですけど、うん、すごいね、これね、そうたるメンツというか、本当なんか、おぎやはぎとかラーメンズとかもあるし、そう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 、面白いところで言うと酒ロックの話ね。僕そういうのいいですね。だからその辺の関わり方知らなかったから、うん、星野源が出てきてびっくりしましたもん。あ、そういう感じなんだと思って。あ、そうね。ね、うん、あ、東京のコントのライブシーンと星野源そこで関わっていくんだみたいな。うんうんうん、なんかこの辺のお笑い僕より全然綿さんの方が詳しいじゃないかなと思って。話弾むかなと思って用意しました。もうこの場を。なるほど。わたさんに喋ってもらうように。いやいや僕からは特にこう、一方的に喋る話はないから、わたさんが広げてくれるっていう、他力本願で、この回は用意しました。僕はね、東京ゼロさんとか、そうですよね、アンジャッシュとか、はい、人力車の、人力車すごいですよね、もう。お笑い大好きだから、うん、まあ僕はその辺の話しかできないんですけど、うん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 、和田さんとかなんかいろいろ詳しそうですね、ラーメンズとかね。ラーメンズね、でもね、ラーメンズは僕、そこまで芸風としては刺さんなかった方なんですよ。なんていうんですかね、やっぱちょっとね、これね、だから若い頃はまんなかったの。今見ると面白いと思う。うん、あ、まあ知的で。なんかね、知的ですよね。ねうん、で、すごい周ルールだし、はいはいはい、で演劇ですよね。もう ラーメンズやってるのってほぼ演劇なんで、ね、やっぱ20代は、ね、そこまでこうハマれなくて、で、うん、あれサブカル好きのサブカル綿野郎たちが好きなお笑いだったんですよ。で、女の子のファンがすごい多くて、ね、特に小林さんですね、うん。小林さんもイケメンだし、喋りも、なんか、かっこいいじゃないですか、うん、なんかこう、うん。で、おしゃれだったんですよ。なんか、ラーメンズって、本当基本的に二人とも、うん。もう、だって、髪もじゃもじゃの人、うん、何でしたっけ、片桐さん。片桐さんってもう東京芸大の出身で、うん、もう芸術家としても普通にできる人ですからね。うん、もうすごいセンスある人なんで、うん、だからめちゃめちゃモテるお笑いコンビだなっていう印象で、僕はどっちかってその頃やっぱ結構関西のお笑いに傾倒したんで、あんまりこう、どっちかって都会のお笑い、はいはいはい、なんかやっぱ東京のお笑いみたいなのそこまでまだ惚れてない。確かに90年代とかってやっぱりダウンタウンとかが出てきて、うん、そうですね、やっぱりテレビ番組バラエティでもごっつええ感じとかで、うん、結構やっぱ関西のやっぱりお笑い、普通にお笑いを見ようとしたらやっぱ関西のお笑いが入ってきてた時代ですよね。そうですね。やっぱ東京の笑いってやっぱサブカル寄りって感じなのかな。いや結構ね、はい、そうですよ。だってもう当時だって M1 とかでめっちゃ盛り上がってる時代だから、もうド関西、うん、ド関西です。もう2000年代入ってくるとね、もうだから、うん、M1 の第1回とかでオリアハリが、うん、
出て、あの辺でもう出てたんだね。そう、うん、初めてこう何ですかね、東京のねそういう人たちがこう、うん、もてはやされ始めたっていう感じらしくて、うん、いやそうだよね、だから、うん、結構マニアックだったよね。そのだからこの本読んでるとやっぱりその今テレビに出てるような芸人さんって若手の頃はもうライブシーンではみんながカリスマだったんだなっていう、それぞれ一人一人がカリスマだったんだなって感じがして、うん、なんかかっこいいなってすごい思いました。なんか例えばプロ野球とかでも、プロ野球選手ってみんな高校時代は4番打ってた人ばっかじゃないですか。はいはいはい、そうですね、スーパーエース、ね、そう、うん、お笑いもそういう感じなんだなっていう感じがして、うん、もうみんながもうカリスマって言われてたって一人一人がね、うんうん、バナナマンしてるとか、ね、いやそうだよね、うん、だからさ、バナナマンなんて今でこそもう超有名でもうテレビとかもすごい出てますけど、うん、いやあの10年ちょっと前とか、ま、全然だったよね。まだまだ確か12、3年前とか全然だった気がする。それで言うとなんかね、リンカーンとかでキャラが出始めたっていう風に言ってますね、うんうん、そうですね、うん、あとまあちょっとトンネルズとなんかね、うん、あのおかげでしたらいろいろやったりとかし始めて、それまでバナナマンってこう、うん、知的なコントをやるっていう感じで、うん、いじりづらかったみたいな感じで ありましたよね、うんうん、そうなんだよ、芸風がやっぱちょっとシュール寄りというか、あだからここで書かれてる人たちってやっぱ芸風が本当その緻密で技巧派というかインテリジェンスな人たちがやっぱ結構多いですよね、うん、バカリズムとかも、ね、そう、ね、そうだと思いますけど、本当にもう当時はもう天才と言われてカリスマと、まあ、今もそうですよね、うん、今もそうですもう、うんうん、ライブシーンでいやそういう人たちのその出会いとかこれが後の誰であれであるとか、はいはいはい、そういう話がいっぱい出てきて、はい、もうたまらなくそのカルチャーが好きな人はね楽しめると思いますね。あの特にこの大倉さんは、まあ、今とかもそうですけど東京03に力を入れてるコントの中ではね、うんうんうん、からあの東京03のとのその付き合いみたいなやつは結構詳しく書かれたりとかして、うん、もともとアルファルファだったじゃないですか。はい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 、アルファルファ。飯塚とトヨコと、うん、はい、でそこでずっとこう苦悩してて、そこにあのね、カクちゃんが入ってきて、はい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 、それまでずっとその角田さんっていうのはそのダサいコントをやるっていう感じだったらしいんですよ当時。だからそのアルファアルファに角ちゃんが入るときはもう絶対やめた方がいいみたいな感じだったらしいんですね。あんなダサいやつが入るのは絶対やめた方がいいって言ったけど、入ったらもうあの演技力とあのキャラクターで本当にもうそれこそアルファアルファのあの飯塚さんのキャラも立ったし、うん、みんながそのキャラが立って本当にいい組み合わせになったっていう。いや確かにね、うん、今考えると角田抜きの2人のバランスは信じらんないそうか、どうやってやってたんだって思うぐらいアンバランスだよね。そうですよね。アルファアルファのコントとか見たことあります？いやちゃんと見たことないかもしれないね、うん、なんかオンエアバトルとかでね昔、はいはい、ね、あ懐かしいですね、うん、そうね、東京ゼロさんのよくネタ作りのファミレス、ね、有名ですね。デニーズね。デニーズで、うん、実際これあのまあ言ってるからあれなんですけど、深センのデニーズ。まあもう何回も見たことあります。もうそれに。めちゃめちゃ長くいるんだよあの人たち。あのこっちもこっちでさ、なんか仕事してんじゃんデニーズでさ、あの。ね、はい、あのリモート作業してるんですけど、うん、全然帰んないからね。しかもあのままだからあの人たち、ね、絶対周り気づいてると思うんだけど、なんかもう掃除の時とかも掃除機ガンガン入れられ下に入れられながら、はい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 、もう邪魔だみたいな感じでもう掃除させられながらもずっと立っていますよね。普通に普通の席にいるからさ、びっくりしちゃう。デニスなんですね。そう僕はだから昔からトリオゼスファンだったから、うん、そういうファミレスがあるんだってことは知ってたけど、うん、実際あの前職場が新鮮だったから、うん、そこで渡さんにここって教えてもらって、そう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 、すごい感動した覚えがありますよ。もう何回も会いましたけどね。でもちょっとね、一回ぐらい話しかけてみたかったけど、いや、さすがにちょっと、できなかった。その勇気はなかった。そんなに見てたんですね。あ、そんな見てた。え、だって、行くと言ったからだ、ね、大体。週一回見た時ありましたよ、だって。あ、そうですか。あ、本人たちも言ってなかったっけ？自分たちで言ってる。そうそう、言ってるよね、結構ネタにしてる、うん。そう。うん。ちなみに、あそこの深センって、の深センのデニーズ、あの梅宮達夫が、もう、ドハマりしてたらしいですよ。奥あの夫婦で来てたんですってクラウディアとそういやそうらしいですよ。で何がでもあのいやちょっと何そめっちゃ僕その話めっちゃ好きなんですよ。何にハマってたのか。でもハンバーグフェアみたいな時に、はい、マジであのシェフ呼んでって言ったらしいですよ。デニーズでHa ha ha!
いや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 。まあ、美味しいは美味しいけど。美味しいけどね。うん、シェフが厳密には作ってないかもしれないよ。あのハンバーグは、本当に。あ、そう。デニーズにいる梅宮達夫、めちゃくちゃ見てみたいし、もう。いや、たっつぁんは見たことなかったな。あれでもね、あそこ有名なんですよ。芸能人が来る子も確かに有名で、誰だっけ、他見たことあるんだよね。ちょっとね、結構何人か見てて忘れちゃったんだけど、芸人さん以外も来てますよ、あそこの。有名なんですよ。あ、そうなんです。厳密に言うと、南平台のデニーズです。あれ、あそこ。そう。そう。でもなんか、世間では新生のデニーズって言われてる、ね。あ、新生のデニーズって言われてるんだ。というふうに、うん。あれだから、あれ、ココリコとかもあそこでやってんじゃなかったっけ？なんか、有名なのよ。なんか割と、はいはいはい、なんか芸人さんが行くデニーズって何店舗かあって、で、夜中こう、ネタ、はいはいはい、ネタのね、その、打ち合わせしたりとかで、デニーズがよく使われると。駅、はいはい、から近いわけでもないから、意外と、あれなのかな、うん、その、穴場なのかな、ね、まあ、あんま確かに人行きづらい場所じゃない、あそこって、ね。そう、うんうん。確かに。いやでもなんか、ああいうの見るとやっぱすごい、あ、こうやって打ち合わせしてんだなっていうのを思いますよね。うん、なんか、やっぱちょっとね、あんまり見ちゃいけないんだけど、チラチラこう見たりした時に、チラチラこう見ちゃった時に、はいはい、あのね、割とね、かなり真顔でやってますよ。それで言うと。もう、かなり真顔でちゃんとこう、書いてる時があって、はいはい、あのね、なんかこう普段、やっぱりこう、画面で見れない表情は見れますね、やっぱね。まあ、ずっと、まあ、そのね、なんていうの、その、堅苦しくやってるわけじゃないけど、うん、やっぱ、あれ、すごいプロフェッショナルな感じがしますよね、ああいう、見るとね。なんかでもね、やっぱでも、あの人たちって、やっぱ、その、スキルも高いじゃないですか。なんていうの、その、お笑いの感性だけじゃなくて、単純にも技術力が半端ないというか、はいはい、やっぱ芝居、うん、演技がね、やっぱ尋常じゃないんだよ、やっぱ、東京03って。多分これからのお笑いって、まあ、その、昔で言うさ、2000年代前半とか、まあ、2010年代もそうなんですけど、うん、割とこう、単発でショートで、なんかその、わかりやすい音ネタで、で、結構その、結構観客にキャッチーに伝わるような笑いっていうのが、割とこうメインストリームだったと思うんですけど、なんかね、僕結構その、東京のお笑いって今後すごい、盛り上がっていくんじゃないかなって思ってるのは、やっぱね、ああいうなんか長い尺で、うん、いかにこう魅了するかみたいな笑いって、はいはい、テレビでは難しいんだけど、そうですね、すっごい面白いんですよ。長いとやっぱり丁寧に描くから、そう、面白さもね。そうなんですよ。うん、だって東京ゼロスも30分とかも30分ありますよね。うん、そう。で、これちょっと前に話しましたけど、僕、そのシソンヌっていうコンビがすごい好きで、で、去年ね、初めてシソンヌライブ、もうずっとね、ネットでは見てたんだけど、初めて去年シソンヌライブ行くことができて、うん、生で見たんですけど、最高でしたね、本当に。もう、やっぱり長尺。うん、1コントで25分くらい使う。全然見れるよ、本当にもう。で、当然だから笑いがない瞬間も結構多いんですよ。はいはいはい、もうそこも全然もう、それがいい。むしろ。だから、そこの緩急が、やっぱり長尺のコントって、抑揚がこう出せるんですよ。うん、で、なおかつ、またシソンヌのコントとかは、もう、喜怒哀楽というか、ちょっと泣ける部分があったりとか、とか謎のこの感情の揺さぶりがあるんで、はいはい、なんかそれはやっぱね、長いコントじゃないと無理なんですよ。テレビの5分とかの尺じゃ無理、ね、無理で。うん。だから、ね、ああいうスタイルのね、お笑いが、結構、うん、あれはだから、本当技持ってる人じゃないとできないんですよね。そうですね。うん。芝居も上手くなきゃダメだし、それこう何回やっても、その同じクオリティで出せるっていう、うん、やっぱ、うんあ、だから本当結構舞台で育ってきた芸人さんじゃできないね。いや、シソンヌはね、それこそ綿さんが、その話をね、うん、前してくれて、僕それまでちゃんと今度見たことなかったんですけど、YouTube で見たら、うんまあ、すごい面白かったんで、やっぱ東京03とかが好きな人は、絶対シソンヌも。いや、すごいハマると思いますね、うん。で、まあ、インテリジェンスな部分もありつつ、うん、めちゃめちゃ下品でしょうもない時もあるんですけど、やっぱ、ね、こう結構練り、脚本が練り込まれてる感じはありますよね、やっぱね。うん、なんかやっぱあれですよね、シソンヌも東京ゼロさんもやっぱりテレビに出るっていうよりはライブで食っていこうっていうようなそういう覚悟でやってますもんね。いや間違いないと思いますね、うんうん、そうなんだよね。だから結構さ、東京ゼロさんもさ、シソンヌもさ、テレビでもすごい売れっ子じゃないですか、うん、見る機会やっぱ多いんだけど、なんかね、僕やっぱテレビよりはやっぱりそういうちゃんとその劇場とかで見た方が、うん、やっぱその良さは伝わるんじゃないかなとは両方思いますね、はいはい、やっぱね、うん、うん
なんか、普通にトーク番組で喋ってるのも面白いんですけど、やっぱね、劇場のあそこで見る東京03とかシソンヌってのはやっぱ格別なんじゃないかなというか、はいはい、うん。確かに、逆にね、こう劇場っていうかその舞台とかもそうですけど、うん、生で見たときに、これ、その動画とかね、映像で見たときに、これ最後までこれ見れるかなって思ったりするときあるんですよ。うんうん、だから逆に映像で見て30分とかのコント平気で楽しめるってことは、舞台見たらもう一瞬で終わるぐらいの、一瞬ですね、本当、うん、やばいです、本当それで言うと、うんうん、もうなんかね、なんか笑い声だけじゃないんですよ、観客のリアクションとかも、うん、拍手起きちゃってる時とかもあるし、なんかいいですね、うん、ちょっと悲鳴がかった声が出る時もあるしとか、うん、なんかやっぱあれはなんていうんですかね、テレビではないその現場の臨場感としてのリアクションだから、はいはいはい、あれも相まってるんでしょうね、多分ね、現場の観客のリアクションも込み込みで楽しめるっていうのがあるんで、うん、あれはねやっぱ単発の漫才とかじゃちょっとできないんですよ、うん、漫才は漫才の良さはあるんだけど、あれはねなかなかこう、うん、なんか結構ね、その今そのテレビで見るお笑いって、まあ、より結構その視聴者が、まあ、その瞬発的にパッと分かりやすいお笑いに行きやすいと思うんですね、うん、やっぱそれこそやっぱリズムネタもそうだし、はいはい、本当にその2分ぐらいの尺で単発のコントやったり、うん、漫才やったりみたいな、だからあの感じだと多分その常にこう笑いのポイントを探して、まあ下手するとこうずっと笑ってる状態みたいな、うん、なると思うんですけど、結構ねその舞台のコントってほとんど結構笑ってない瞬間とかもあるんですけど、はいはい、そこもやっぱすごいね良くて、それがこう楽しめるお笑いって今までそういうの興味なかった人は見てみるとすごい新鮮だと思います、はいはいはい、なんか、うん、これは僕もここ2、3年ぐらいそういう笑いにハマってるんですけど、だからね、ほんとここにね、この本に書いてある、うん、バナナマンのコントとかもそうだよね。最近ネットフリックスで配信してますけど。あ、そうなんですね。そう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 。なかなかだよ、ほんと。ネットフリックスで、バナナマンの何を？バナナマンのライブの。あ、ライブ？うん。コントライブの。あ、今、コントライブのネットフリックスで見れるんですね。見れる見れる、そう。そう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 。あとね、僕最近ネットフリックスで見てよかったなと思ったのが、ジャルジャルの、はいはいはい、ね、コント形式の映画で、ジャルジャルの二人が扮するいろんなキャラクターがずーっともうなんかボケ倒し続けて、1時間ちょっとかな、1時間半ぐらいかなっていう、その長い尺のコントみたいなのがあるんですけど、うん、あれも面白かったですね、なんか最近、それもネットフリックスで配信してるんですけど、うん。そうなんですね。うん、なんか確かにテレビのお笑いってだとコントってなかなかそのじっくり見れないですもんね。見れないですね。だから意外とお笑い、そしてコントをいろいろ見てる人って意外と少ないのかもしれないですよね。うん、と思いますよ。うん。だから、まあ、キングオブコントとかで見るコントはもちろんコントなんだけど、うん、あれ多分フルじゃないんですよね。うん、多分あれ結構、そうそうそう、本当はもっと尺があって、うん、いろんな仕掛けがあるんですけど、うん、結構キングオブコント用に、そうですよね。こう、割とこう編集されてる感じなんで、うんうん、だからキングオブコントもまあいいんですけど、なんか、その、キングオブコントっていう番組で、コントって、なんか、良さ出てます？なんか僕あんまり、いや、そうなのよ。ね、だから、それはね、いろいろコント好きな人間がすると、うん、キングオブコントでは、なんかコントを楽しめないですよね。わかります？なんか。すごいわかります、ね、それは。うん。なんか、やっぱり、まあ、そう、またまた、まあ、だからそれで言うと、その、コント自体が、その、賞レースのフォーマットに合うのかっていうところも、議論には出るのかもしれないけど、うんうん、やっぱり、瞬発力というかさ、うん、もう、人笑いのドガーンっていうのを求めるじゃないですか、賞レースっていうのは。うんうん、コントってやっぱ、全体の流れの中で、どういうポイントポイントに、細かい笑いとか、緻密な演出があって、うん、で、あとはその、お芝居のところとかっていうのを、こう、全体俯瞰で楽しむものかな、みたいなのを思ってるんで、うん、うん。だから、あ、そう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 。だから、音楽でとかもそうなんですけど、やっぱ路上ライブに適した音楽と、ライブハウスでやらないと良さが出ない音楽ってやっぱある、バンドってあるじゃないですか。うん、やっぱり路上でコントやったところで、入っていけないというか、うん、そういう感覚って、やっぱりその賞レースのコント番組で感じるんですよね。ああ、確かに。うん。わかるわかる。うん。緊張感持って見ちゃうとこもあるしね。あるね。なんかでもそれで言うと M1 とかはもしかしてそうなのかな、なんか、なんか漫才に求めてるポイントが、なんか結構極端な気がするよね。M1 とかもさ、すげえ瞬発的なドカーンっていう笑いをさ、うん、求めてるけどさ、うん、なんか漫才も掛け合いでどういう流れでやってみたいな、その全体的なバランスはすごい、うん、
重要だと思うから。で、やっぱ結構さ、最近の傾向で言うとさ、M1 も結構ピンポイントのショートギャグみたいなのがドカーンっていくじゃないですか。はいはい、であれで全部持っていくじゃないですか。あの、今年の、なんだっけ、錦鯉とかもそうだし、あの、去年、一昨年の、なんだっけ、マジカルラブリーとかもそうかもしれないけど、うん、もう一発の破壊力で持っていくみたいな、うん、あの感じはあるからね。もしかすると、もう少しこう、バランスというか、ね、のがあってもいいのかもしれないな、みたいなのは、思ったりもするわけですけど。確かに。ギャグじゃないもんね、漫才って。そうそうそう。漫才はまあ、そうだもんね。まあ、まあ、ギャグがあってもいいんだけど、うん。だ それでコントもちょっとそのギャグに傾倒しすぎちゃう時があって、うんうん、その一発のキャラとかその一瞬のそのギャグで持っていって、うん、コント自体が面白いみたいな、うんうんうん、結構評価されやすいと思うんですけど、ね、割とこうそれ以外のところ、うんうん、めっちゃ笑えるっていうとこ以外のところの仕掛けが僕は割と面白くて、そうですね、僕もそうだな、うん、やっぱりこう緻密に練り上げられた系のコントがやっぱり、うん、ですよね、好きですね。アンジャッシュとかもね、アンジャッシュの話まさにね、えいや、しちゃいますか？しちゃいますか？いや、今日、いや、ちょうど今日の収録日の翌々日にアンジャッシュ渡部が復活する日ですよ。そうです。いや、なんかちょっと、その、すごいゴシップ的なネタ振りしちゃったから、いや、いや、もう、僕、アンジャッシュ好きなんでね、大好きなんでね。はい。で、そうですよね。いや、でも、どうです？でも、アンジャッシュ、逆に今後の方が笑えるんじゃないかなっていうか、いや、まあ、僕はまあこう言っちゃなんですけど、うん、ね、ちょっと不謹慎だって言われるかもしれないですけど、全然出て、うん、出た方がいいと思ってますよ、渡部さんは。いや、だっていじられ、だって今までって、うん、なんですかね、あ、なんかね、扱いが感じ、ね、きっと難しかったんじゃないかなって思うんですよね。なんか何を、なんかね、見た目もいいし、なんかこうグルメでとか、何を名店紹介してんだよ。そうそうそう、だからこれからはもう いじられる要素しかないじゃないですか。絶対いいと思うんだよな。名店のトイレで、名店のトイレでやるんですかみたいな。いや、その渡部めっちゃ見たいっすよ。だし、アンジャッシュのコントって、そういうネタ多いんですよ、もともとね。そうですね。下ネタ多いし。下ネタ多い。浮気ネタ、振りネタ多いから。はいはい、うん、その、そうですね。それを今後どんな顔してやるのかなっていうのもあるし、めちゃくちゃ楽しみですけどね。だから、そう、まあ、ちょっとね、不謹慎かもしれないけど、うん、そういうのを踏まえたすれ違いコントはできるかもしれないよね。そう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 。だから、それをもう自虐として受け取られてできるよね。ね、まあ、でも、ね、小島の株もすごい、うん、もう今、めっちゃ上がったわけですし、で、小島さんはだって、本当、僕、ラジオとかでもよく聞きましたけど、うん、もう、ピンでね、うん、よく出てらっしゃって、すごいスキルフルですよね。小島さんって、能力すごいですね。いや、小島氏だと思いますよ。なんかね、やっぱ、破壊力がすごいですよ。なんか、ね、小島さん、うん、自身の、マジでやべえやつだなって思う時もあるしね、ほんと、これ。何に、小島さん本当に何にも知らない時あるから、本当になんか、ガチで。キャベツとレタスの違いを分からない。そうそうそう。それ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 。それ。これ、すごいよね、食べ物の違いがね、分かんないんだよね。そうそうそう。相方、めっちゃグルメ。何にも分かんないですよ。でもなんかそういうキャラクターが YouTube で炸裂しましたよね、小島さんは、ね。あ、そうそうそう、YouTube ね、その、始めましたんでね。うん。あ、でもね、あそこまで YouTube で個性が出る。うん、だなって思ってね。なんかでも、愛されキャラというか、人がいいじゃないですか、それね、小島さんって多分。もう最近、ここ数年ですごい出てきましたよね。うん、そう、うん。だからやっぱり、ね、相方不在の中、よく頑張ってるっていうふうにも見えてるだろうし、そうそう、あとまあやっぱりその、知られてなかったら、ね、いろんなダメな部分が、そう、つまびらかになってたりする。だから、なんかすごい、人間らしさが、やっぱ出てて、いいですよ、やっぱ。なんか昔ってアンジャッシュってその、キャラがないからってことでテレビであんま活躍できなかったって。できなかったらしいよね。うん、だってなんだっけ、ボキャブラとか、うん、ボキャブラ出てたんだよね。そう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 。で、もうね、タモリさんに怒られたらしいよ。だから、本当に、だから、お前ら、何が特徴なのかみたいなことをすごい言われてたらしくて、うん。大島渚さんとかに、これ。そう。ね、その後エンタとかでもね、すごいそのアンジャッシュブームだったけど、それでテレビとかね、ちょろちょろ出ても、やっぱりキャラクターがなくて苦労してたみたいな、ね。ないらしいね、うん。なんか、今思うと、そんなことは、今思うと、今見るとね、うん、そうだからね、その小島さんも、だからその、ああいうキャラが、この、受けるっていうふうには自分でもね、気づいてなかったとか、そういうことかな。うん
やーね、ね、だからね、うん、まあちょっと、まあ、また2人で見たいですよね、あのアンジャッシュ2人で ね、 いや見たいですよね。なんかライブとかやるなら行きたいですね。いやーね、うん、ライブとかやったらいいんじゃないですかね、なんかね、うん、ダメなのか ね、 なんかね、でもなんか変な笑いとか起きそうですね。なんか変な笑いは起きるじゃないとこで、うん、トイレ休憩とか入れちゃってないですでもその件も、まあ、冷静に考えたらそのなんか、うん、絶対その年、あの年々なんかただ笑いになっていくと思うんですよね。いやそうだね、うん、まあこれはだからいまだに僕はピンときてないんですけど、そんなダメなんですかね。そう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 まあだってすごい個人的な問題でしょ。そう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 、うん、まあ、全然いじって解決する話だと僕も思うんですけど ね、 ね、なんか、うん、いやなんかね、そんななんか、うん、築地でバイトしてる場合じゃないかったですけどね、普通に出たらよかったね。まあでもね、この期間、まあね、まあまあまあ、結果として、うん、あのまあ、このタイミングでキャラ変して、うん、あととりあえずあのグルミリポーターもやめて、うん、笑いにこうね、コミットメントしてくれたらいいですよね。笑い、やっぱりね、アンジャッシュとかのコントが好きな人間からしたら、うん、グルメ、いや、どこマジで、ね、グルメとかやめてほしい、ね。王様のブランチとか出てる場合じゃないんですよ、ほんともう。もうどんどんもっとすれ違ってほしいだけだ。そうそう、こっちは、ね、すれ違ってほしい、そう。うん、そう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 。で、やっぱもうちょっとさ、テレビじゃなくて、ね、うん、そのいろんなメディアを駆使してさ、そのライブもいいしさ、YouTube でもいいんで、まあね、なんかもっとその笑いをやってほしいみたいなことですよね。なんかね、うん、なるほどね。あさって、あさって復帰でしたっけ？2月15日の中国アンジャッシュでしょ？はい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 、いやすごいですね。いやそうですね。どうなることやら。僕でもアンジャッシュとか東京ゼロさんとかそういう人力車のコントはもう DVD とかでもうほんと擦り切れるほど見て、うん、あれってあの副音声バージョンがあるんですよ。おほほ、アンジャッシュもそうだし東京ゼロさんもそうだったんですけど、本編は普通にあって、うん、副音声バージョンとして自分たちのコントを見ながら自分たちでコメントするっていうやつがあるんですよ、うん、アンジャッシュもやってたし東京ゼロさんもやってたし、僕あれに憧れてね、あれに憧れて僕は音楽でそれやってましたからね。あれに憧れて、そう、あれが僕音楽当時やってた時に、うん、なんかまあ30分とかでその自分の持ち時間あるから、まあ、一応僕ソロですけどね、参考にしてたのは東京ゼロさんとアンジャッシュでしたよあのライブ作りのミュージシャンのライブじゃなかったですからね、ミュージシャンじゃなくてあの人力車に影響を受けてましただからライブのあもそうだし、まあ、終わった後にあの一応録画してるから動画公開してたんですけど、その時見てた人は動画なんて別に見る必要ないじゃないですか、うん、だけどその時見てた人も動画見て楽しめたらいいかなと思って、僕当時ねあの一緒にギターで手伝ってくれてたギタリストと一緒に、うん、あの自分たちのライブを動画に副音声で解説するっていうやつを2パターン作って公開してましたよ。あ、そう。それはもうあの僕は東京ゼロさんとアンジャッシュの影響ですか、影響を受けてたぐらいそれぐらい僕はその音楽やりながらも影響を受けてましたね。あ、そうっすか、うん、なるほど特にその東京ゼロさんとかってもう構成がすごいその緻密に舞台、うん、はい、もう一つのトータルの舞台みたいな、ね、うん、あれがもうすごくかっこいいなって思ってて、起承転結があってね、うん、確かに転換もかっこよかったし、うん、そういうのをこうどうその音楽の30分のライブに組み込めるかみたいな、あーでもあるね、すごい工夫してました。なんか確かにそのコント何本かやるってて終わりに持ってくるコント何かとか、うん、すごい重要ですよね。そうそうそう、そのやっぱ始まりと終わりみたいなのもあのね、重要だし、やっぱ、うん、中継ぎで何を入れるかとか、うん、確かそれはすごい構成重要だよね、確かにね、うん、まあ、しかも時間がさ、やっぱあのライブって例えばその僕が去年いた子孫のライブで1時間半ぐらいかな、1時間45分ぐらいかな、トータルで、うん、いやなかなかの時間ですからね、その間コント4本5本ぐらいやって、うんうん、やっぱ飽きさせない、やっぱね、流れと、あとすごい、やっぱり転換というかね、コントの切り替えもすごい早いし、その間の演出もあるし、確かにね、この辺は舞台ならではの。そうそうそう。うん、そうなんですよね。だから僕もその、一応シンガーソングライターではあるから、弾き語りなんですけど、やっぱりそういうものに影響を受けてたから、だから最終的にはもうだから、映像を使ったり、なんか、ね、いろんなことをする音楽のライブやってました。それは僕はだから、それ全部東京ゼロさん、
XJAPAN の影響じゃなかったっすね。ああ、でもね、確かに、まあでも、ショーとして考えたときに、確かに音楽のライブってちょっと。これだから、あまりミュージシャンとしては、ね、その、ちょっとこう、邪道かもしれないけど、うん、考え方としては邪道かもしれないけど、見てるお客さんからしたら、トータル、いろんな意味で楽しければいいんですよ。そうだね、っていうことは当時から思ってて。うんうん、確かに、それはあるね。まあ、音楽練習しろって話なんですけど、でも、その、まあでも、そういう工夫はすごいやってましたね。その、なんていうの、その、まあもちろんその、プレイとしてね、うん、その、まあ、クオリティは大事なんだけど、うん、でもその演出とか、そのどういう風にこう、アジテーションするというか、なんか結構その、まあそのね、バンドによっては音楽だけ聴いて帰れみたいな人、まあそれはそれでいいんだよ。もちろんその、もう本当にその、出汁の味だけで勝負するみたいな。まあそれがで、それで勝負できる人が、僕は、いまだに僕はかっこいいと思ってるけど、僕はそっちに行けなかったんですよね。なんかでも、その、なんていうんですかね、もちろんその音楽だけでもいいんだけど、やっぱその楽しませるとか、うん、あとはまあ記憶に残ったり映像に残ったりした時にどうなるかとか、うん、なんかそういう意味を考えると結構そのショーっぽい感じというかはこれからの時代重要じゃない、うん、なんかそのなんかやっぱりあの昔みたいにライブ行ってどうちゃらみたいなのも、うん、あのそんなできない時代にもなってきてて、うん、中でやっぱ映像として見る人もたくさん出るわけですよ。だからそこはやっぱ結構そのショービジネスとかエンターテインメントっていうもののなんかあり方として結構その思考と技巧をこう練っていくというか、うん、なんかそういうのはなんか、ね、いい気はしますけどね、なんかね、流れとしてはすごいね。だから、うん、当時、でも10年以上前ですけどね、うん、僕がやってたの、今以上にいなかったと思いますね、そういう。いや、いないよね。特にソロでシンガーソングライターでやってる人、いなかったです。映像を駆使して。大体ギター1本、ピアノ1本でやるから、ね。いや、そうですよね。最終的に、だから僕は最後、だから、プロジェクターで映像を後ろに出してたんですけど、うん、その映像から出てきて演奏するっていうのをどう表現するかって結果できなかったんですけど、あ、はいはい、そういう、そこまでやりたかったんですけど。ああ、いやでも分かる分かる分かる。結果、うん、映像から出てきて演奏するのはできないんですけど、うん、そういう風に見せることってできるかなとか考えながら、僕のその音楽の活動は終わりました。一旦ね。これからやるかもしれない。これからやるかもしれない。うん。でもそれで僕もすっごい思ったことあるのは、やっぱり僕はまあ、どっちかというとクラブカルチャーが好きで、うん、クラブカルチャーなんてもうそれの、もう、それの塊なんですよ、もう言っちゃうと、はいはいはい。だから、あの、暗い部屋で DJ がただ曲だけかけてると、チカ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 ギラギラギラの、はいはいはい、それしかないわけ。だから DJ がほとんど見えないんですよ。はいはいはい、だからやっぱ僕映像と、ちゃんとあのクロスメディアで、いろいろ演出を入れる DJ がすごい好きで、で、ちゃんとそのビジュアルもこだわってて、うん、VJ もちゃんといて、そのエフェクトも、そのすごい、なんていうの、シンクロしててとか、そういうのすごい見る人なんですけど、うん、やっぱね、あれ結構ないのとあるのとでは、僕は結構あってほしい、圧倒的に。だって、あの、見えないもんだって、あの暗いとこで、はいはい、DJ 回してても。だから、ね、いろんな演出があった上で、なんかすごいこう、今ここで、この空間でいろんなことが起きてるな、みたいな、うん。やっぱ、ああいう、まあお金かかるんだろうけど、うん、ああいう努力は全然あった方が記憶には残ってるなっていうところと、単純にその笑いだけじゃないじゃん。お笑いのライブ行っても、お笑いのだけじゃないですよね。うん、多分その、最後こう舞台に出てきて、はいはい、あの、終わりの挨拶したりとかもするし、うん。だからそれは生ならではの体験だから、ね、うん。はい。まあそうですね。まさかの、はい、こういう着地になるとは思ってなかったですね。そうですね。だいぶなんか、はい、あの、こじらせた着地になる。コントの、なんかそういうね。コントの、はい、話になりました。話になりました、ね。語る。はい。すみません、ちょっと。ありがとうございます。スタジオの時間来たので。はい。じゃあこの辺で。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。